だからその、まあ、難民って言葉は聞きますけど、日本に住んでたらあんまなこうピンとこないじゃないですか。世界で、まあ、74人に1人が避難をしているっていうような状況です。そういう人たちが全部で1億人以上いるというふうに言われています。1億。できますか、このサッカーで平和構築。ちょっとスポーツの力っていうのはあるよね。これ何かに使えないかなっていうのがありました。JICA の方にこれ本当に実現しませんかっていうことを提案していただいて、はいはいはい、そちょっと酷なことを言うかもしれませんが、それはやはり日本がやんねダメですか。 ODA っていうのはやっぱりやっていくべきなんですかね。はい、私はそう思っています。この日本の経験をですね、紛争の影響を受けているあの国の人たちが注目しているんです。やっぱりその日本っていう国がその世界の中でやっぱり信頼されてるんですよね。ああ、だから日本だからこそできた活動、それは、はい、あると思っています。なのかもしれませんね、はい。